140あるズラじゃねえな。ぱっと見わかんないね。140ってすごいね。わかんないもんだね。まあ座りたまえよ。うちのね、うちのちゃん、IQ140 ってそれ測ったの？あ、そうです。ジャパンメンサという会員に。あ、メンサね。なんか聞いたことある。クイズ番組で多いじゃん、メンサの人。はい、賢い人しか入れないやつでしょ。はい、IQ が上位 2% 以上の人しか入れないというグループが。それは人類の上位ってこと？はい、あ、そう。普通ってどれぐらいなのかしら、はい、IQ って。平均が一応100と言われてまして。あ、やっぱ100なんだ。東大生の平均が120っていうのは聞いたことがあります。はー、東大生でももうすごい上の人しかなれないのか、じゃあ。かもしれない。へー、ほんでこう磯貝くんに、はい、ちょっと勝てると。黒、じゃあ黒いきます。はい、先ね。早いね。え、こんな早いの？まあ序盤はこんなもんじゃない？だんだんなんださ、こうヘリがどうとかさ、角取るのがいいんだよね。黒多いじゃん。ここまで来たら勝ってほしいよね。どんどん白になってる。白になってきた。もう3つ取られてんじゃん、角。え、もうなすすべなしです。え、もう受けるとこない。パスっていうのもある。いや、パスしちゃった。パスです。ちょっと待って、本当にやだ。え、あ、じゃあそうだな。いや、ですよね。え、もう一回、もう一回だけってなんだ、それ。もう一回だけ始めから、いや、いける、諦めるな、諦めんな。気持ちだ、オセロは気持ちだから。あ、角取られたよ。ほら、角取った、角取ったよ、角取った。やばいよ、内野さん。やばくないですよ、本当に。いやー。内野さん、どうでした、相手としては。まあでも、面白い戦いではあったかな。いや、気使われてんじゃねえか、東大卒が。トゥース鬼ヶ浦カス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 がアッパー。いや、アッパー面白いじゃん。面白い。